ラスボラ、ラスボラ類は、コイモクコイカダニオアカに属する小型の魚のグループで、東南アジアを中心に分布する、淡水魚である。世界中で観賞魚として、広く親しまれている。性質がおとなしいため多種と同じ水槽での混映が、可能であり、人工餌をよく食べ、飼育が容易で取り扱いやすい。かつては、ラスボラ属に分類されていた魚の総称として、用いられていた。 しかし、この分類が細分される動きがあり、1993年に、親属のボララス族として5種を、1999年に、これも親族のトリゴノスティグマ族として4種、スンダダニオ族として1種を、それぞれラスボラ族から分離する考え方が、提唱された。ミクロラスボラ族の魚は、蒸気とは別に、ミクロラスボラの通称で呼ばれる。特別の通称を持たない種は、 学名で呼ばれるのが一般的である。トリゴノスティグマ族トリグナスティグマは1999年に親族として記載され、4種がラスボラ族から移された。ボララス族は1993年に記載された親族で5種は含まれる。成長しても体長が1から3センチメートル前後の小型種が多く、小イカで最も体長の小さいグループである。 ボララスの名前は、ラスボラをひっくり返して作られた。スンダダニオ族スンダダニオは、一種からなる族である。ボララス、トリグナスティグマ、スンダダニオの分離後のシンラスボラ族ロスブラ。日本で熱帯魚として、一般的な種だけでも10種以上ある。学名の通り小型の種類が、多い族で、ミャンマーに生息する種類が多い。1999年に2種の新種が記載された。 ミクロラスボラクボタイミクロラスボラ7である。従来はダニオエリスロミクロンもミクロラスボラ族に分類されていた。コリドラスアクセルロディ、カージナルテトラの学名、パラシェリドーンアクセルロディなど。ありがとうございます。